この動画を最後まで見るとアポトーシスの歌い方がわかる。おい、あの難しい歌がわかる。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。アポトーシス練習中、レンです。カイトです。こんにちは。練習中。そう、この前までは聞いてみた分析動画だったから、なんか間違いもたくさんあると思う今回はちゃんと歌った。あー、なるほどね。歌って気づいた部分を分析して紹介していこうと思います。はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムアポトーシスのボーカル分析、早速レッツゴー。今回の注目ポイントは2つ。はい、あの歌ってみて激ムズポイント。おー、でまず第1の激ムズポイントは、地声でも裏声でもどっちでもいい。どっちでもいい？どういうこと？前回覚えてる？先週のやつ。覚えてる。境界線が分かんないやつ。そう、境界線分かんない。これ裏声、これ地声、どっちみたいな。めっちゃ散々ここで検証したじゃん。ずっと語り合ったじゃん。あれもうね、どっちでもいい。どういうことか。どうしてそうなったら。のトとか、時が地声か裏声か、あれ大事な時間だったじゃん。そうですね、結構深く語り合ったよ。これが全部無駄です。びっくりですね。あの後にヒゲダンが M ステとかバズリズムで、ああはい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 、でそこでは思いっきり裏声で歌った。あんまり聞けてなかったじゃん、もうすぐ聞いてすぐ出したみたいな分析動画だったから、なんかね聞き取れてなかったと思う。そうなんだ。そう、あれね、 CD ね、地声だわ。あれは地声なんだ。うん、そうなんだ。地声地声。あの歌ってみてて思ったんだけど、解説もないのなーが地声。なーがもう地声なの。なーは地声、ボロの声だった。で、なんでかっていうと、そのなに横隔膜ビブラートがかかってて、あれは地声じゃないとならないビブラートの揺れだったっていうのをらしいで。へえ。あの急にいろいろの横隔膜ビブラートが、ああもう知ってる、全然全然急にフォンかな。いや聞けばわかる。あの時は地声か裏声かっていうところばっか意識して聞いてたじゃん。聞き方を変えることで聞こえ方が変わるってこと？そう、意識とかアンテナを変えることで、前回の動画は地声か裏声かだけを意識して聞いてたけど、今回はビブラートがついてるっていうところを意識して聞くと、あ、地声っぽいなってなるかもしれない。マジで？あ、なるほど、ね、俺はなんかないまあまあのなーとまあまあの、まあ別にまあはどうでもいいんだけど、でもまだビブラートもすごいから、なとまにビブラートがかかってるところを一生懸命聞いてほしい今回は。ビブラートが かかってたとこも分かんないわ。でしょ。いや、あの時は俺もビブラートを認識置いてなかったから、ビブラートかかってるってあんま思わないで聞いてた。だけどめちゃめちゃかかってる。めちゃめちゃ、しかもめちゃめちゃ、そんなに。そう、そのめちゃめちゃが歌うコツだった、しかも。へー、なるほど。じゃあその前回の動画では地声か裏声かに注目して聞いたから、今回はビブラート、なーいまあまあのなーとまーにビブラートがかかってるっていうところを集中して一回聞いてみよう。はい、めちゃくちゃかかってる。びっくりした今。でしょ？え、なんであんな聞こえてなかったのってぐらい、かかってたでしょ。めちゃめちゃビブラートで、めちゃめちゃ、しかも速い揺れでしたね。そう、めっちゃ速いビブラート。だから横隔膜でめっちゃ速いビブラートを裏声であれはかけられない。あ、そうなんだ。から、え、でもしかもそこ意識するとちょっと地声っぽく聞こえる。確かに、そう、それ思った。不思議っしょあれ。え、取り方あれぐらい。怖っ、なんでなんで。いや、なんかそう、アンテナをちょっと変えるだけで全然聞き方が違うんだよ。いや、これやばいっすね。やばいでしょこれ。裏声じゃああんな、なんかパワフルなボボボボボっていうのはできない。力がやっぱ必要。はい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 。だから地声なんや。そうで、 CD は地声だなって思って、でちょうど M ステとかやってたから見てみたら思いっきり裏声でやってて、裏声だとあのビブラートがかかってなかったよ。ああ、なるほどね。そう、裏声でも地声でもどっちでもまあ聞けるなっていうのを取ってきた今回。あ、自分で歌って、自分の歌。
表バージョンと裏バージョンで、じゃあ今は2番の解説もないままっていうところだったけど、うん、じゃあ次は1番だ、俺が1番の別れの時などみたいなところを歌ってきたから、うん、なんかあれですね、すごいちゃんと準備してきてるんですね。いや今回ちょっとちゃんと練習してるからすごい、まあ、練習がてらみたいな、はいはい、あーなるほど、そのアカペラみたいなところでなーが裏声のところとなーが地声のところ、うん、別れの時などで両方用意したから、ちょっと一回それ聞いてみようか、はい、CD の方は、うん、そのミックスでちょっと声を薄くした地声みたいな感じ、うんうんうん、けど今回のはもうあのただ撮ってただ歌ってるやつ流すから、はい、結構分かりやすいと思う、はい、そこじゃあまず表声から、はい、なの表声に注目して、表声、そう表声、表声、地声、地声の地声 の, あの特殊方法、あ、okay, okay. 特殊表記、特殊表記、表声地声でと歌ってるってとこを注目して一回聞いてみよう、いくよ、ほうわー、すぐ裏声いくよ、ほっ、うわー、髪の時など、これが裏、おなるほど、あと分かんないでしょあんま、分かんないっていうか、なんかどっちでも聞けるな、全然不自然とかそういうんじゃなく、うん、それで確かにあのバンドのバックにつけてやられたら、うん、ちょっと分からなくなるかと思う、でしょ、うん、あ確かに、だから結構で、しかもその M ステとかのライブだと全然裏声でやってたから、うんうんうん、あどっちでもよかったんだな、そういうことねその時の気分とか感情で変えてると思う、藤原さんは。へー、今日は調子いいから表声っていうパターンもあるかもしれないし、うん、今日はちょっと切なくいきたいから裏声でっていう時もあると思うし、なるほどね、そう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 、だからあんな地声とか裏声とかずっと語り合ってたあの時間は無駄でしたまあどっちでもいいってこと、どっちもどっちもありどっちもありだからみんなもそのこれを歌う時は歌いやすい歌い方でやって全然いいと思う、うん、俺ちなみに表声派だったな、俺も今聞いてたのは表声の方が好きだ、表声っていうかすごい言いづらいけど、うん、そう、地声、地声俺ワードみたいな、地声の方が裏からの対義語で地声の方がなんかいい感じで歌えるなって思って、うんうん、聞いててこっちの方が好きだったな俺も、うんうん、で、まあ、激ムズポイント1がここなの、うんうんうん、で激ムズポイント2が、はい、ここすごポイント、はい、ここすごポイントが過去一ムズいポイント、過去一、ヒゲダンのいろんな曲難しいじゃん、どれも超激ムズでしょ、そう、どれも超激ムズできたけど、なんかのテレビで言ってたんだけど藤原さんが、今回アポトーシスが一番歌いにくくて難しいんですよねって言ってて、へえ、歌えねえいや、そうなんだよ、なんか今まではなんか高いのとかあったじゃん、レイディーとかスタンドバイユーとか、うん、高いみたいなのあったんだけど、あそこはなんか出るかな出るかな歌ってみたら出たみたいな状況なんだけど、この曲はあれこれ初めて歌えないかもって思うぐらい、あ、そもそも聴いてて、そう聴いてて、あ、いや聴いててじゃない、あのね、聴いてる時は歌えそうだった、歌っててなんだ、そう歌ってて、歌ってて、しかも前半部分はすごい気持ちよく歌った、キーが合ってるか分かんないけど、で、あ、なんだ難しいって言ってたけど気持ちいいじゃんって思ってたけど、後半ねその壁にぶち当たって、あれ俺これ歌ってみたらできないかもってなったぐらいむずいと、まさかの、そう、まさかのそのポイントが、うん、ためらい一つも、ラスサビのね、うん、そうだよね、ラスサビ上がっていくところ、そう、1番2番は裏声使ってたんだけど、なんか急に最後ラスサビ地声でやってて、でも音的にはスタンドバイユーとかよりは低いから、うん、いけるかなって思ったんだけど難しくて、あ、まあ一回聞いてみようか、そうですね、そう、一回じゃあそのためらい一つもの部分、ためらい日、いひとが高い、いひとが高すぎて難しいからそこを一回ちょっと流してみよう、はい、いくよ、ほっ、これよ、もう、まあまあでも聞いてると、そう、うん、いつもと同じじゃないぐらいのレベルだと思うじゃん、うん、歌ってみたらえってなるぐらい辛いよこれ、え、地声だから、た、いや地声だからもあるんだけど、うん、その、え、でも別にレイディとかも地声で歌ってるから、うん、そのためらい一つのイヒが、うん、イじゃん、母音がイイって続くじゃん、はいはいはい、すごい高音の時にイイってめっちゃ言いづらい、へー、ああ、はいはいはい、しかも早いんだよね、ためらい、タタ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 、だからもう16部でためらい一つもでしょ、うん、これ自然にいけそうなんだけど、うん、めっちゃ辛いここ、へー、うわー、ボーカリストにしかわからへんいや、やってみればわかる、今歌ってみるとわかる、ためらい一つの日がやばい、ためらい
一つのっていくのが気がやばい。これ今の聞いてたら確かにむずそうやな。確かにめっちゃむずい。この速さだけじゃなくていいっていいっていくのがね、だからイエーとかヤーとかアーとかいくんだったら結構簡単なんだけど、いいっていくのやばい。その後の一つもですごいまず一回辛いじゃん。でなーでまためっちゃビブラートかかってなーくっていうのがめっちゃビブラートかかってて、そこも難しくて、それ終わった瞬間さっきのカーみたいなわーかるよって入るから、これを通しで歌うのはちょっとバケモンだなって思って。そうなんだ。あ、そうそう、なの部分じゃあちょっと一回ビブラートも含めて、あのボーカル抽出で今回用意したから一回そこ流してみようかな、はい、ためらい一つもなくのなでビブラートかかってんのと、イヒがすごいっていうのをちょっと一回イヒね、ボーカル抽出流してみね。はい、一つなんだよな。いやこれ歌えるのマジですごい。まだまだ努力が必要な練習が必要な部分だなって思った今回。すげえな。そんな、いや全然聞いててそんな風に思わなかったから、そこもすごいよね、こんな難しいところをさらっと歌ってますよ感。でも本人は難しい。そう、本人は言ってた、やっぱ一番難しいって。へえ。1年歌詞考えててこの難易度のまんま来たんやな。あ、そういうことか。そう、言葉選びってことか。そうそうそう、言葉選びで、ポイント辛いな、変えようってならへんかったよな。そう、妥協しなかったな。妥協しなかったよな。会いたいなとかやれば多分会いたいなとかやったら簡単だ多分。へー、そんな違うんだ。全然違う。会いたいなさらっといけるけど、いいといいが、いいとって、いいとはやばい。そうなんだ。そう、そこって言ったのが、藤原さん難しいって言うけどあなたのせいですからっていう今回は分析結果でした。へえ、面白い。ボーカル分析、今回は激ムズポイント2つ紹介してみました。これをマスターしてみんなで一緒に歌っていきましょう。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムのアポトスボーカル分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析を毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはアポトーシスのここ好きポイント。気になる。気になるでしょ、みんながここいいっていう、もうあんだけボーカルあってここいいって思ったポイントをぜひぜひコメント欄に書いてくれると、アポトーシス分析動画のちょっとネタにさせていただきたいと思います。はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。ほんとさ、アポトーシス練習も兼ねてさ、分析も今までもう 3、4個撮ってるじゃん、ずーっとアポトーシス聴いてたらもう違う曲もちょっと聴きたくなって。アルバムのね、いやドリームシアター。あ、そっちか。ドリームシアター聴いたら、もうめっちゃ飛んだわ。久々に今日車でなんか荷物取りに来た時にメタル聴いててうんざりしたって感じで言ってたから、ドリームシアターもしかして。あ、そう。爆音でメタル流しててうざっと思った。古いやんちゃな。いや違う、あれ真夏とか言ってんじゃん、あれね、車なんか極寒で。そうそうなんだよね。そう、だからちゃんと極寒でメタル聞いて聞いてて思ったんだけど、ドリムシのドラム分析してほしい。なんで黙んの。